富山県美術館に来ています。今日案内してくれるのはなんと猫さんです。皆さんこんにちは。私はセーターを着た猫。今日は皆さんに富山県美術館で開催中の展覧会、絵本原画にゃー猫が歩く絵本の世界の見どころやおすすめポイントを紹介するよ。猫さん今日はよろしく。これはどんな展覧会なの？この展覧会では15組の絵本作家さんが描いた絵本原画を見ることができるんだ。どの絵本作品にも必ず猫が登場するものばかりを集めていて、個性豊かなキャラクターが勢ぞろいしているよ。ああそうなんだね、楽しみだな。つまり猫がテーマの展覧会なんだよ、うん、わあ個性的で可愛い猫ちゃんの絵がたくさんあるけど、どれくらいの作品が展示されてるの？約250点の原画作品が見られるよ。原画の他にも物語や絵を考えるためのスケッチや資料に使った写真もあるね。とにかくたくさんあるのさ。普段なかなか見られない貴重な作品がたくさんあるんだね。ちなみにこの絵本原画ってどんな特徴があるの？今回展示されている絵本原画には物語を伝える文字が書かれていないんだ。文字がないことで絵本を見るより絵を集中して見られると思うよ。それに物語を想像しながらストーリーをたどっていくのも面白いよ。なるほど、絵本とはまた違った楽しみ方ができるんだね。絵本原画は普通の絵と何が違うの？絵本原画は最終的に本の形になるから作者が絵を描くときのいろんな気配りが見られるんだよ。例えばこの石黒彩子さんの大きな猫と小さな猫を見てみよう。本を開いたときの中心部分を喉って言うんだけど、ここだね、うん、そうだよ。この喉の部分を避けてキャラクターを描いたり場面を変えるのに利用しているね。他にも文字が入る部分を考えながら余白を残したり、絵本を作るのって考えることがいっぱいなんだよ。知らなかったことがいっぱいだ。絵本ってすごいんだね。そうさ、すごいのさ。この大道彩さんの蹴飛ばし山のイバリンボでは絵の中に大胆に余白が作られていて、そこには鉛筆で描いたキャラクターの消し跡も残っているよ。わあ、本当だ、ここだね。カエルさんが描いてあったんだね。こういうのは印刷するときには消えちゃうからね。原画でしか見られない貴重なものだよ。わあ、すごいな。絵本って奥深いんだね。そうさ、沼なのさ。沼なんだね。さ、ところで猫さんのおすすめの作品ってある？もちろん全部おすすめなんだけど、やっぱり私が登場する 100% オレンジさんの猫のセーターは可愛さ抜群さ、うん、手書きで描いたイラストをコンピューターで手直ししていて、少し特殊な絵本原画になっているよ。へー、この色使いもね、ポップでとっても可愛いよね。そして猫さんこれ眉毛じゃなかったんだね。それは私の模様だよ。可愛い。絵本制作もハイテク化が進んでいるんだよね。大したもんだよ。すごいな。さあ他にもおすすめ作品はある？ババノボルさんの11匹の猫袋の中も大ベストセラーシリーズの中の一つだよ。いたずら好きのこの猫たちを一度は目にしたことがあるんじゃないかい？うん、私もちっちゃい時に読んだよ。この絵本原画はリトグラフという版画の技法を応用して印刷されていて、とっても色にこだわって作られているんだよ。色味の良さが君にはわかるかな？私にはちょっとわからない。作品をよく見てね。はい。漫画家でもあった馬場さんのユーモアたっぷりの物語は文字のない原画からでもちゃんと伝わってくるよね。でも本当にすごくこう優しい色合いだよね。そうなんだ、とってもこだわって作られているからね。うん、色に注目しながら楽しむっていうのもいいね。そうだね。いや、魅力的な作品がいっぱいあってとっても楽しかったよ。猫さん今日はどうもありがとう。いいのさ。
礼には及ばないよ。みんな素敵な猫たちを楽しみにして、にゃー展を見においでよね。見に来てくださいね。